よろしくお願いします。よろしくお願いします。グラファイトデザインさんにお越しいただいてます。じゃあ自己紹介からお願いします。はい、グラファイトデザイン開発部の西澤修一と申します。よろしくお願いします。まあ、新しいお話を聞きたい商品いっぱいあるんですけど、はい、グラファイトさんのイメージでいうと、はい、まあ、すごくまあ日本のトップ選手いるんですけど、ツアーユースのイメージががっつりこうあるんですけど、はい、実際にものづくりってやっぱその辺の意見を反映したモデルがすごく多かったりするんですか？まあ、そうですね、多いと思いますね、はい。うん、じゃあ今ずっと例えば人気になっているシャフトだったり、はい、今も発売されているシャフトっていうのはそういう人がこうなった方がいいよっていう意見がすごく色濃く出ているシャフトっていうイメージですかね。でそんな中で、はい、まあ、これ今回2代目にもなりますよね、はい、G シリーズっていうのがちょっと今までのグラファイトさんの、まあ、ツアー AD のシリーズから見ると、はい、ちょっと違う雰囲気を非常に醸し出していて、はい、意外と知らない人もまだ多いんじゃないのかなって実は僕心の中ですごく思ってるんですけど、はい、実際どうなんですかこの辺は。そうですね、やっぱりその知名度としてはまだあまり高くはないかなっていう。すいません、変なこと言って。実感はあります。でそのやはり、まあ、先ほどもね言われましたようにツアーユースでその、はい、ツアー AD っていうものを作ってきたんですけれども、はい、それとはまた別のテイストで、うん、よりこうアマチュア向き、うん、よりその女子プロの人たちも打ちやすいというか、うん、まあ、そういったシャフトを開発したいというふうに思って作り上げてきたのがこの G シリーズ。そうすると、まあ、プロとかツアーの、はい、フィードバックっていうのはしっかり入っているけれども、どちらかっていうと、はい、男子プロよりも女子プロぐらいのスピード帯でいいパフォーマンスをするシャフトっていうイメージの方がいい。そうです、はい、間違ってないですか？ってことは、引いてはそれは一般的なアマチュアゴルファーのスピード帯で、はい、もしかしたら今ツアー ID を使ってる人でもこっちの方がいいパフォーマンスかもしれないシャフトですね。はい、そうです、その通りです。そういうシャフトですからね、試す機会あったら試した方が絶対いいですからね。で実際にそんな G シリーズなんですけど、はい、イメージ的にはどういう働きをするシャフトって言ってあげたらいいですかね。やっぱり飛距離ですか？そうすると、まあ、その安定性と、うん、最大飛距離っていうものを高い次元で両立させられるようにっていう、うん、ものをイメージしながら作りましたね。じゃあやっぱりツアーユースなんで、はい、安定性っていうのは絶対に外せないところなんですね。はい、やっぱりそこはマストですね。うん、はい、じゃあそこがありながら、はい、ある上で飛距離が出しやすい、はい、そうです。シャフト的には例えば特徴って今回の2代目のこの G シリーズはどういう風になってたりとかってあったりするんですか？はい、ですね、1代目の、うん、AG33 というモデルは、はい、典型的な先調子なんですね。その線、うん、元の部分が硬くて、うん、先端に行くにつれて、速くしなっていくっていうふうに、はい、合成分布を、うん、そういう合成分布にしていたので、またそれとはまた別、全然違いますよね。この今回のものに関しては、うん、あえて手元をしなるようにしています。はい、で先調子の部類ではあるんですけれども、あえてここの真ん中の部分ですね、うん、に硬い部分を作ることで、うん、しなりすぎも抑えて、なおかつ、インパクトでのエネルギーのロスを減らす、うん、で先端部分は柔らかいんです。柔らかいので出玉の高さっていうのは確保できます。テンポの取りやすさを確保して、出玉の高さを確保して、エネルギーのロスを、抑制するっていうゾーンにそれぞれ分けて、今回の合成分布っていうのは設定しました。それをすごくこう自分もシャフトいろいろ打っていて、はい、体感的にね、先が少し動くシャフトの方がうまく打った時にやっぱボールスピードとか上がっていくのはよく分かってるんですよ。はい、でも今の大きい関西モメントの大きいヘッドにそういうのを入れると意外とばらけるんで、どん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 今どちらかっていうとシャフトのトレンド的に言うとこっち側硬い方向のものがすごく今多いじゃないですか。そうですね、はい、そうですね。そんな中であえてここはちゃんと飛ばすようになっていて、でもちゃんと安定性は確保するために真ん中硬くしてって言うと、これが自分まだがっちりこれしだしたことないんですけど、はい、一つの中にまとまってたら、はい、すごいいいシャフトですよね。すごいシャフトですね。はい、なのでこう今までそうなかった組み合わせっていうようなものをこう一つのシャフトで表現したいと思って作ってきました。ちょっとこれ打つの楽しみだな。
評価は実際どうですか、女子プロとか。そうですね、やはりその女子プロでもですね、あまりその球を高く上げられないという人って意外と多いですよね。なのでそういう人に使ってもらうとすごくこう目に見えて出玉が高く上がるっていうことで、やっぱりこうキャリーが伸びるんですよね。でも今のスピンが少ないヘッドでキャリーが伸びるってすごい魅力的ですよね。そうですね、はい、うん、もうやっぱりビッグキャリーなものっていうのはトータル飛距離も当然変わってきますから、うん、でなおかつその安定性っていうものも兼ね備えているので、うん、安定性と最大飛距離っていうものをこう兼ね備えたものに作り上げてきました。これアマチュアゴルファーにとってはすごいちょっと魅力的なシャフトになってるかもしれないな。後で打つのちょっと楽しみにしてますからね。あともう一つ、あのグラファイトさんって言えばツアー AD のアイアンのシャフトがもうあれ何年ですか、はい、もう品種によってもちょっと、ね、違うんですけれども、はい、一番古いものでそうですね、もう13、14年ぐらい経ってますかね。ですよね、はい、あのカラーはまあその年その年でいろいろあったにしても、はい、それがまた新しいシリーズって言っていいんですよね。ツアー AD はツアー AD で今後も発売はしていて、はい、それと同じようにこれも新しくラインナップされたと、はい、別ブランドです、ね、別ブランドで、はい、これはどういう特徴のシャフトになるんですか。これはですね、アイアンに求められる性能っていうのは何かっていうものをこう極限まで突き詰めた、はい、うん、シャフトですね。そうするとグラファイトさんが考えるアイアンに求める、はい、性能って例えば上げるとやっぱ安定性はあるってこと。安定性はもちろんですね、はい、あとはその例えばロングアイアンですと、はい、打ち出しが低くどうしてもなってしまいやすいっていうので、はい、ロングアイアンでは球を上げやすいっていうことと、うん、あとは上級者になればなるほど、うん、ショートアイアンでのコントロール性ってものすごく求められるので、うん、出球を低く抑えるスピンコントロールをできるようなシャフトとか、うん、そうすると番手の中で上、はい、まあ、ロングアイアンは球を上げたいです、はい、ショートアイアンでは球を抑えてスピンもコントロールしたいです、はい、シャフトの性格上で言ったら反対ですよね。そうですね、はい、それは両立させるように作っている。そうですね、それぞれ番手ごとでその適材適所な設計をしまして、うん、弾道がフローしていくようにしています。じゃあイメージ的に言うとそれができることによって、はい、まあ、ショートアイアンからロングアイアンまで球の高さも揃ってコントロールしやすくなる。そうですね、はい、やっぱりそのある程度力がある人でないとロングアイアンっていうのはそもそも打ちづらいものですし、うん、それを無理やり打とうと思うとやっぱスイングにも悪影響を及ぼしてくるっていうところがあるので、うん、それをできる限り同じスイングで全ての番手が打てるようにできないかっていうところからスタートしました。あのドライバーもそうなんですけど、実際アイアンもヘッドの低スピン化って起こってるじゃないですか、まあ、ロフトの問題もあるんですけどね、はい、ってなってくるとやっぱり球の高さをミドルアイアンからロングアイアンで出すっていうのは絶対条件になるじゃないですか、はい、そのヘッドのパフォーマンスを生かすためにも、はいはい、そうするとそれにはこのシャフトっていうのは効果的、はい、効果的です。非常に非常に効果的です。これ重量帯はどのぐらいから用意できてるんですか、はい、60g、75g、90g、105g という4段階です。なんか微妙な感じで 60g、はい、15g ピッチですよね、はい、75、はい、90、はい、で105です、ね、はい、15g ピッチ。これ10g じゃない理由とかも何かあったりしたんですか。やっぱりそのある程度住み分けっていうのはありますよね。その重量によってユーザーの住み分けっていうのは当然ありますけれども、うん、その中で、よりそれぞれのテイストの違いっていうのを出しやすい、うん、じゃあ例えばそれが同じシリーズでも重量帯が違うと味付けが若干違ってる、はい、そうですね。やはりその重い重量帯っていうのはやはりある程度パワーがある人も使う可能性というのは当然ありますし、うん、より軽い重量帯というのは、まあ、女性もそうですし、うん、シニアの方もそうですし、なのでできる限りしなりやすいようにこちらは軽い方は作っていますし、うん、重いものに関しては、結構パワーがあるパンチを入れていくような人でも、しっかりとシャフトが応えてくれるように作っています。そうすると、はい、この 60g 台は、はい、今ドライバーもすごく軽くなってドライバーで純正とかで 40g 台のシャフトが中心になってるからそういう人たちが使うとすごくいいパフォーマンスが出て、はい、で逆にそれより上の重量帯は当然ドライバーも重いの使ってる人がそのまま使えるようになってるということですよね、はい、そうです、その通りです。あとはもう一個ウェッジ、はい、なんかこれがすごいって聞いたんですけど、はい、これはもう本当に一番こだわって作ったと言っても過言ではないです。今めちゃめちゃ力入ってましたよ。どういうこだわりだったんですか。
まずはその先ほどのこのラムネのアイアンでもショートアイアンは球を抑えやすいとか、はい、まあ、そういった性能というのを挙げましたけども、それはそもそもこのウェッジが始まりだったんですね、はい、あ、じゃあ上から始まったんじゃなくって、はい、ここから始まって上に上がっていったんですね。そうです、はい、そもそもがあの、まあ、弊社の中でですね、ウェッジ専用のシャフトっていうのは今までラインナップとしてなかったんですね、うん、そうですね、そういえばないですよね。ないんです、なのでそのウェッジをよりそのツアーレベルの選手でも、うん、使えるようなものっていうのができないものがっていうことを、すごく考えて作りました。そうするとツアーレベルで使うためのウェッジのシャフトって、はい、どういう形になったんですか、結果として。結果としてはですね、うん、まあ、そのやっぱり球は抑えやすいですし、あ、じゃあそこはまずショートアイアンと一緒なんですね、はいはい、とスピン性能の高さですね。あ、じゃあそれもまた反する部分ですよね、はい、球は抑えるけどスピンはかかった方がいい、ね、そうです、はい、はい、加えてあとはですね、その構造、積層構造をですね、うん、ちょっと今回、見直しまして、うん、スピン系のボールの構造に着目したんですよね、うん、なのでその内部は硬い層を使って外は柔らかい層で覆っているっていう。へー、なんかね、それ初めて聞きました、シャフトの作り方で。あのですね、そのやはりアイアンっていうのは、うん、打感ってすごく重要じゃないですか、はい、なのでその打感をどれだけ演出できるかって、うん、クリアな打感、柔らかい打感というのをどれだけ演出できるかっていうのを、うん、ものすごく考えましたね。あ、そうすると意外とカーボンの方のシャフトで、はい、特にこう、まあ、今この僕が手に持ってる 100g 前後のシャフトだと、はい、どうしても肉厚になる分だけ、はい、打感がスチールと比べてよく言うとソリッドな感じって言ったらいいのかな、はい、そうですね、はい、になりやすいじゃないですか、はい、じゃあそういう感覚ではないんですね。そうです、そうです。弾く、どうしてもカーボンというのは良くも悪くも弾いてしまうんですけれども、うん、やっぱりそれによって、ウェッジのシャフトに使ってしまうと球が弾き出されてしまうので、なんかコントロールできない感じになったり、そうです、スピンがうまくかからない、球が高く上がりすぎるっていうエラーがどうしても起きてしまっていたんです、うん、なので今回そういった、積層パターンですとか、うん、使用材料ですとかそういったものも見直すことによって低い球を出しつつスピンもかけられつつ、なおかつただ柔らかいだけですと、うん、大きく振った時に、まあ、ウェッジというのはいろんな振り幅で使うものですので、うん、大きく振った時に暴れすぎてしまうっていうのではやっぱり意味がない、うん、なのでその内部に硬い層を設けることによって大きく振った時でもちゃんとシャフトがついてきてくれるようにしています。なので短い距離でも長い距離でもそれに伴った動きっていうのをしてくれる、それに伴ったパフォーマンスをしてくれるっていうシャフトです、うん、じゃあ逆に軽量のスチールをアイアンで使っていて、はい、ウェッジだけこれとかっていうのも全然ありだ、全然ありだと思います。いや、ちょっとめちゃめちゃ楽しみですね。ちょっとこの後早速試打させていただきますので、はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします、まずはじゃあウェッジ用のシャフトこれから試してみたいと思います。これね、すっごい柔らかいんですよ。でもこの柔らかさが振っててね、全くストレスないんです。ね、やばいな。こんなにショートアイアンでボールが乗る感覚っていうのをシャフトでできたっていうのは僕初めて感じました。だから開いてよく上級者が嫌いなポコン、まあ、滑って上にスッて抜けちゃうような球だったりっていうのは一切起こらなそうです。でボールがすごくフェースに乗って離れるまでの時間が長いんですごくコントロールしやすいです。あのフルショットを打ってスピンが入る入らないって、まあ、ウェッジで打ったらまあ大体入るんでそこは置いておいて短い距離30ヤード40ヤードそこの距離でボールを抑えられてスピンを入れられるっていうのは本当に距離合わせやすいんで、そういう意味ではね、言った通りにちゃんとできてるシャフトです。じゃあ次にアイアンのシャフト試していきますね。なんだこの気持ちよさ。
これ気持ちいいぞ。ちょっと待って。したことがないフリカンだぞ。ちょっと思い抜いてみる。あ、こっちは今度重くなるんだ。今この2つショートアイアンミドルアイアン打ったんですけれども、まず軽い方 60g 台のシャフトはウェッジのシャフトのイメージと本当に似た感じなんですけど、ここグリップをしている中から手元真ん中ぐらいまでがすごく気持ちよくしなります。で、気持ちよくしなった時にコントロールができないようなこういうフェースの開く方向にしなる動きじゃなくて、本当にムチみたいにギュッてしなってまっすぐに戻ってくるので、ハーフウェイからインパクトをフォロースルーまでがすっごい加速するんですよ。だからなんていうのかな、自分のスピードがねどん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 上がっていく感じになります。だから多分ミドルアイアンとかロングアイアンはどん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 打ち出し高くなるし、でショートアイアンを打つとその動きをしながらねしっかりね球を包んでいくイメージになるんですね。だからコントロールしやすいっていうのがちゃんと出てます。で、一番重たい重量帯になると基本的な挙動は似てるんですけど、明らかにハーフウェイからインパクトのところが速いじゃなくてね、重く動く感じになるんですよ。なので球をコントロールしやすいのと、弾道がねすごく風の中でも強いゆっくりした球の飛び方になっていくんです。だからしっかりこうこの絵を使うスピード、それからターゲットの人が好む弾道っていうのが打ちやすいアイアンのショットに仕上がってます。続きにこの G シリーズですね、一番中心になる 50g 台の S シャフト、これを打ってみたいと思います。ほら気持ちいい。このシャフトねスピード出ます。スピード出るっていうのが持った時に実際のシャフトの重量、クラブの総重量よりもどちらかっていうとちょっと軽めに感じやすいんですよ。で、すごく速く振れる感じがとっても出ます。で、振ってる時にはヘッドの保存っていうかこう位置がすごく分かりやすいです。で、お話伺っていて真ん中固めてるって言って、どちらかっていうと先の動きですよって言ってるんですけど、言われなかったらそれ全く分かんないですね。どちらかっていうと本当に綺麗にシャフトの真ん中かしなってるぐらいのイメージで振れます。だから振りにくさっていうのも一切なくて、でハーフウェイから加速していってしっかりインパクトが来てフェースにボールを乗せて運んでいく感じになるので、やっぱりこの50の S シャフトでだいたいヘッドスピード40前後ぐらいの方かな、自分のイメージでいうとドライバーで230とか40打ってる人とか20ぐらいの人がもうプラス10ヤード飛ばしたいとかって言った時にすごくいいフィーリングでいい結果を出してくれるシャフトじゃないかなと思います。日本シャフトさんにお越しいただきました。まずは、はい、改めてですけど、はい、自己紹介から、はい、日本シャフトの栗原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの僕の SNS にもねいっぱい登場してるんで、はい、今更自己紹介をっていうと笑っちゃう。いやいやいや、はい、聞きたい話は、はい、そうですね、ぜひ、このチャンネルを見てもらってる方に、はい、知ってほしいことをちょっと僕から質問して、うん、行きたいなと思うんですけど、はい、まず日本シャフトさんの中でスチールのシャフトが、はい、軽量帯から言うと、うん、ゼロスがあって、はい、で NS プロのシリーズがあります、はい、で NS プロの今度ネオのシリーズがあります、はい、でモーダスのシリーズがあります。
で4種類のスチールシャフトがあって重量帯が被っているところもあるじゃないですか。そうですね、はい、そこの4つのモデルのどういう色分けになっているのかなっていうのを見てる方にまずは整理して知ってほしいなって思ってるんですけど、はい、なるほど。ブランド別で言うとじゃあまずゼロスからいくと、はいはい、ゼロスはですね、うん、カーボンシャフトの絵の切り替えだったりとか、うん、今まさにこうカーボンシャフト使われてる方とか、うん、カーボンの、まあ、特性というか飛距離性能だったり、うん、そのやっぱり軽くて大きくしなるっていうのがカーボンの特徴で、うん、はい、やっぱり振ってる時点で優しさって感じやすいじゃないですか。要はカーボンシャフトってしなって、はい、うんと球の高さも出て、はい、飛距離も出しやすいみたいな。そうですね、はい、そことの、まあ、置き換えっていうのを狙ったのがゼロス、うん、そうするとゼロスが6、7、8ってあるじゃないですか、はいはい、でその次に NS プロが7から7、8、9、10、11までありますよね、はい、で NS プロっていうのはそうするとどこの位置づけになってくるんですか。もう、まあ、ど真ん中というか、うん、特にそのスイングも選びません。でヘッドとの相性も問いません、うん、どちらかというとでも今モーダスとかがあるので、うん、スイングでいうと打ち込むタイプというよりは少しこう払い打つように打たれる方なんかに、うん、NS プロというのをご提案させていただいています。 NS プロ自体がもう何年ですか。はい、もう NS プロ 950GH が、うん、1999年で、うん、その前に上級者向けで NS プロのレッドとか、うん、オレンジとかっていうのを、あらんねんかな、まあ、でも30年以上はやらせていただいてますね。まああの、はい、NS プロの950とかは、はい、打ったことない人がいないんじゃないかぐらい。そうですね、要はあの、はい、軽量級って今言えないんですけど、うん、まあ、100g 未満のシャフトの中のスタンダードになっている、はいはい、そういう意味ではもうそのまんま、うん、そういう理由からメーカーさんの純正に入っていったりっていうのが多いっていう、はい、そうですね、あのいい意味でも悪い、まあ、悪い意味でもっていうとあれですけど語弊ありますけど、うん、もちろんその軽かったり、うん、癖がなかったりっていうのももちろん機能の一つではあるんですけど、ゼロス、ネオ、モーダスっていうのは何かしらこうシャフトにアシスト性というか、うん、そういうのを持たせていて、はいはいはい、でも NS プロシリーズっていうのはそういうのがあまり持たせてないんですよ。あ、じゃあ、はい、ヘッドのパフォーマンスがそのまま出ます、はい、プレイヤーの癖もそのまま持ち球として出ますっていうのが NS プロの、はい、で今は、まあ、発売当時は950とかが軽量シャフトって言われてたんですけど、はい、今そこがもう中心の重量帯じゃないですか。今はスタンダードですよ ね100g 前後のシャフトっていうのが、うん、でそこに新しくネオっていうブランドが、はい、出てきました、はい、でそのネオはやっぱりそうするとプラスアルファっていうのはどこの部分になっていくんですか、はい、これはですね、うん、一言で言うと高さとスピン量っていうところなんですけど、スピンは、はい、まあ、高さは出すですよね、はい、スピン量は増やす、増やす、うん、そうするともう明らかに今のヘッドに対しての、そうです、うん、はい、じゃあ例えばそうですね、うんとアイアンがキャリアが長くて、うん、比較的スピンが多い、うん、はい、昔ながらのヘッドを使っている方だったら、はい、逆に 950GH の方が相性が良かったりして、はい、で比較的ストロングロフトでスピンも少ない合いの時には、うん、その方たちが変える時に 950NEO にしてあげたりっていうイメージで考えてもらえばいいか、はいはい、そこで最後にモーダス、うん、モーダス、モーダスはもう完全にアスリートモデルっていう、うん、立ち位置で、もともと950の NS としてこう知っていただいていて、はい、まあ、男子プロとか、うん、アスリートゴルファーの使用者っていうのがそれこそ、まあ、90年代2000年代前半っていうのはほとんどいなくて、うん、でただやっぱり、日本シャフトを世界に向けてやらせていただいてるメーカーですので、うん、なんとかこう世界で使用率を稼ごうと思うとUSPGA ツアーで使用者を獲得するしかないと、うん、となるとこれまでのラインナップじゃ、足りない、うん、作らなきゃいけないっていうので、2009年に、うん、初めて開発して出来上がったのがモーダスのツアー120っていうモデルで、うん、
こう切り返しが強くてための強い、プレイヤーでも、割とこう PGA ツアーでもこうボディーターンというか、あまりためを作らないプレイヤーもいて、そのどちらにも対応するようなシャフトっていう触れ込みで、第1号として展開したのがツアー120。でも未だにその120の使用率高いですよね、あのね、もう10年以上やらせていただいてるんですけど、うん、やっぱりなんだかんだ言って120が一番多いですね PGA では、うんうん、日本のツアーだと逆に、システム3ツアー125っていう、比較的癖のないシャフト特性っていうのは好まれますね、うんうん、モーダスの話をした時にやっぱり NS プロとかと一番違うのって先端剛性だよっていう話をしてたと思うんですけど、はいはい、やっぱり先端の剛性が高ければ高いほどコントロール性は操作性が良くなるっていう印象なんですかね。そうですね。であとはやっぱり あれだけのヘッドスピード、例えばドライバーで50とか簡単に出るような、うんうん、まあ、下手したら60ぐらい出るようなプレイヤーがインパクトした時にやっぱりちょっとしたことでこう打点がブレた時にフェース面の向きが変わったりっていうのが起きてしまうので、うん、そこを防ぐために、先端剛性を高める必要があるというところですね、うん、そんなモーダスの一番最新がこのツアー115、はい、逆に言うとなんでこれ最初に来なかったのっていうぐらいの挙動じゃないですかだって重量面白いのが、はい、シャフト軽量化してますよって言ってるのに、ね、はい、105がバーってこうスタンダードになってる中で、はい、重いのが出てきたっていうのが、はい、例えばモーダス9号とかじゃなくて115になったっていうのがすごく興味深いんですけど、はいはい、あのですねこれはまあいろいろ紆余曲折があってまず、軽量スチールシャフトメーカーではないんですけど、うん、そういう認識としてこう市場では、まあ軽量の NS みたいなイメージを持っていただいていて、うん、でそれまでやっぱり癖のないシャフト作りっていうのは得意だったんですよ、うん、でそういった中で初めて USPGA ツアーにその癖がなくて重くて硬いものを持ってったんですけど、うんうん、使えないよと、まず重すぎる、うん、特徴がない、うん、硬すぎる、うん、こうね、アメリカのツアー選手っていうのは、うん、その弾道がこう自分がこうスイングして打って弾道が明らかに変わらないシャフトっていうのは、うん、まず使わないと、うん、それぐらい合理的な判断をする選手たちだから、うん、シャフトに特徴を持たせなきゃいけないというので、うん、アメリカのツアーレップの意見を最大限に注入して、うん、要はまあこれまで使っていたその使用率の高いシャフトに、うん、合わせる形で開発してたんですけど、それだと増やせる要素がないと、うん、じゃあこのシャフトが合わない選手たちにアプローチしてってはどうかっていうので、120だったり130だったりっていうのをこう開発してきたんですけど、それでおかげさまで10年やってきて使用率も増えてきて、でメジャー大会の優勝も貢献できたりとかっていう中で、10年やってきたからそろそろ定番そろそろ自分たちでまあこれからの定番っていうのはこういうシャフトなんですよっていうのを世に提案してもいいんじゃないかというので、うん、生み出したのがこの115というです。まあ、自分 PGA というかアメリカ行っていろんな方、はい、ね、日本シャフトさんにもお願いして、はい、レップの人とお話しさせてもらったりすると、うん、もうここのちっちゃいこの枠の中に入れて、はい、そこに入る前提でスピンがもうちょっと増やせ、はい、減らせって言ってるっていう、はい、その話はいっぱい聞いてるんで、はい、今のはすごくよくわかるんですけど、はい、じゃあやっと満を持して定番を作れたっていう。そうですね、もう10年もやらせていただいたんでようやく定番を出してもいいかなってこう自分たちでも思えるようになってきたというところでございます。そんな115と、はい、まあ軽量といえばって言ったらまた怒られるからねその850のネオ、はいはい、これでも自分が打ってる時に950のネオと、はい、850のネオっていうのが単なる重量違いじゃない以上にこの850のネオの挙動っていうのがすごく効果的に感じたんですけど、その辺は何かあったりしたんですか？基本的なそのシャフトのいわゆる剛性分布
ていうのは950をこう平行にこう軽くしたようなイメージではあるんですけど、うん、やはりその850ネオが必要になった理由の一つとして、うん、いわゆる純正クラブ、うん、メーカークラブメーカーさんでこう多く発売されているドライバーの純正クラブのスペックっていうのが、うん、徐々に軽量化してきてます、はい、で、アイアンヘッドの大型化だったりとか、うん、重心設計の多様化っていうところに対応するために、うん、もう少しこう振り味としてしなやかさというか、うん、このもうモーダスとネオの決定的な違いっていうのが、モーダスはヘッドはヘッド、こうシャフトはシャフトで自分のスイングっていうのがあって、そこに対してこう、まあ、パズルのようにこう組み立てていくような、うん、コンセプトを持たせてるんですけど、850ネオとかあと950ネオ、特にネオっていうのは飛び系アイアンだったり、うん、こう完成モーメントの大きな高機能アイアンって言われるものに、純正でこう装着をされて、うん、このアイアン飛ぶらしいよって言って買ってそのままこう打って、あ、やっぱ飛ぶわっていう風にこうクラブ全体で性能を出すっていうのを、イメージしてるので、うん、やっぱりどうしてもそのドライバーとアイアンとこう組み合わせて使うので、ドライバーでこう振った時のしなやかさだったりっていうのは持たせる必要があるっていうので、うん、950と比べると少しこうしなやかな印象っていうのは持っていただけるかなと思います。あのドライバー自体の純正のトレンドも比較的まあ重量が軽くなってますよっていうのも落ち着いてきた中で、硬さとかしなり量っていうのも若干またここに来て少し変化はしてきたじゃないですか。そうですね、やっぱりそれってこうヘッドの進化でスピンが減っていって、すごく初速を早く出していった時に打ち出しの確保とかをシャフトに求めた時にそうなったんだろうな。はい、そうするとそれに合わせてアイアンも同じ傾向の進化にたどっているので、うん、そこに合わせてこれも変わってきたっていうイメージ、はい、そうですね、うん、やっぱり軽量化するっていうことは振りづらさを感じている方がいるから軽量化するわけで、うん、やっぱりこうアイアンも大きくなって重心も遠くなってきて、やっぱりこうローテーションさせづらいんですよね、うん、なのでなおさらこうしなり感というか、うん、そこは持たせる必要があったっていうところですね。じゃあ早速ちょっとこの2つまた改めて、はい、ちょっと打ってみたいと思いますので、はい、お願いします、はいはい、NS プロの850ネオ打ってみたいと思います。もうこのネオの特徴っていうのは今のストロングロフトになったアイアンに対してどれだけ有効なシャフトを作れるかっていうところだと思うんですよ。で、それっていうのがやっぱりストロングロフトのヘッドをすごくいいパフォーマンスを出すために、まず打ち出しを高くしてキャリーを出してあげる、そしてしっかりスピンもちゃんと減らさないで入れてあげられること、それっていうのができるのがこのシャフトになります。で、重量体的にもこの850この重量体っていうのがだいたいドライバーで 300g を切っているものが中心になっているドライバーに対しての相性っていうのがすごくいいので、一番ストレスなく打っていける重量体のシャフトだと思っていたのです。本当にね、しなり感も感じて当てやすいシャフトなんで、まずここを試してそこからどうしようかって考えてもいいぐらい、そのぐらい軽量級のシャフトの中心になるものだと思います。で、続きましてこれも機体のシャフトですよね、モーダスの115、こっちを打ってみたいと思います。振りやすいって自分が言っちゃいけない。あのモーダスのシリーズ、今まで125105っていうシリーズがあって、そこの真ん中の数字115っていう数字なんですけれども、基本的にはこの3つ、当然この115もそうなんですけれども、手元側がしなって先端剛性が高いシャフトになります。ただその中で105、この115、125の中で一番オーソドックスにシャフトに負荷をかけただけ手元側のしなりを感じてインパクトで
先端の剛性の強さとコントロール性の高さを感じるっていうのがこの115って言ってあげていいと思います。逆に125105ってある程度ちょっと特徴は出しているので、これからのこのモーダスを選ぶときにまずこの115を打ってもう少しスピード感軽く速く振って自分がコントロールしやすくしたいなと思ったら105、もう少し重量感があってでもボールの高さと飛距離を落としたくないって言ったら125とかっていう風に、ここを中心にこの2つっていうのを考えてあげる。そしてなおかつタイミングをちょっとこういう風にしたいって言った時に120、130っていうものがあるように考えた方が自分にちょうどいいシャフトっていうのは選びやすいぐらい、この115っていうのがど真ん中に出来上がってるシャフトだって言っていいと思います。